ここに名もなき巻物あり。うちに記すは未だ結びの見えぬ物語。その顛末に望む意志あらば、己が手をもって開封せよ。かつて戦いがあった。かつて別れがあった。そして再会があった。再会は未来への道。未来を抱く新芽に育たん。新芽はやがて世へと伸びゆき、また新たな忍びが始まる。
油断したな、金色。お許しを。すぐに仕留めますので。私たちは過去にあった数々の戦争を経て今日の平和を築いてきました。しかしこの平和を手に入れるために多くの忍びたちの犠牲があったことを私たちは忘れてはいけません。戦争で命を落とした忍びたちの死を、ボルト、ちゃんとリングは持ったの？やべ、忘れてた。そしてこの平和を維持するためにも、あれ、どこだっけ。そして子供たちに、お兄ちゃん、これでしょ。サンキュー、ひまわり。じゃあ、演習に行ってくるってばさ。行ってらっしゃい。七代目火影の尽力により、バラバラだった5つの里は一つになり、さらなる発展に向かい一歩一歩歩んでいくのです。さっさとサラダたちと合流しねえとな。ゲームやってて遅れたことがバレたらまた怒られちまう。集合場所は木の葉の門だったよな。あれ、サバイバル演習場に直行だったっけ。ま、行けばわかるか。惜しかったね。まだまだ個人の力に頼っているな。大切なのは仲間とのチームワークだぞ。これ仲間と言われても一人足りてないんですけどね。それ今言わない。だいたいあんな遅刻男がいなくてもこの浜丸先生くらい。遅刻男がなんだって。
ちぃ、奇襲は失敗か。あれだけ大きな声を出してれば奇襲じゃないよね。いや、逆にその大胆さが次のほかげと…ほかげになるのは私って。ボルト、あんた遅刻だから大遅刻。細かいこと気にするなって。行くぜサラダ、ミツキ。このハマる先生を倒して遅刻のことなんか帳消しだってばさ。本気でかかってこい。行くぞ。一人で何とかしようとするな。大切なのはチームワーク。攻撃のメインを切り替えることを意識しろよ。それ確定考えだってばさ。なんだ今の。一人で全部できた方が断然かっこいいじゃん。お前ってやつは。メインは私がやる。かばって。ボッコンは。ボルト、ミツキ、そろそろ決めるわよ。バラバラな騎士だな。ここまで。はい、もう一丁。なるほど、あれが最近開発された例の人形。ちょっと僕ならこの状況をどうにか。頑張ろう。行くぞ。うん、へっ、やっぱ俺がいてこそのこのハマる班だってばさ。そうだね、やっぱり七代目ほかげの息子の君がいないとね。四国男が偉そうに何言ってんだか。つうかあんた、なんで遅刻してきたのよ。まさかまたゲームやってて遅れたんじゃないでしょうね。まさか、なことは。じゃあなんで顔を背けるのよ、あん。いや。お前たちは仲がいいのか悪いのか。正直、チームワークはまだまだ改善の余地があるが。だが、今の強さなら今度の。ん？はい、このハマルです。無線連絡？なんだろう。ええ、了解しました。緊急任務だ。どうやら近隣の村にクマが出没し、田畑に被害が出ているらしい。俺たちはこれより現場に向かい、そのクマ…クマ？俺が先行する。ついてこい。今回の任務もボルトなら楽勝だよね。何せ次期ほかげなんだから。だから、ほかげになるのは俺はほかげになんかならねえよ。
そうなの？僕はてっきり君がほかげになるものだと思ってたけど、君の祖父も父親も里で一番偉いほかげなんだし。一番偉いとかなんだとか、そんなのか。一番地形とこにあるもんも見られねえほかげなんて。出せんだよ。クソ親父。それで、その熊捕獲は誰に行かせたんだ？この葉丸の班に行かせた。あいつには例のあれを持たせているからな。データ取りにはちょうどいい。もうそろそろ里に戻ってきてもおかしくない時間だ。これ、クマだから。パンダだろ？いや、だから、これはパンダに見えるクマだから。いやいや、どっからどう見てもパンダだろうがよ。このハマル先生、あのクマパンダの捕獲に使った人具は。ああ、これか。あ、それ私も気になってたんです。私たちとの演習の時も使ってましたよね。これは科学忍具班の試作品。この忍具の中には術を封印した小さな巻物が収められていてな。極端な話、チャクラを持たない一般人でもこれを使えば術を使うことができる。で、今回はそのデータを取るためにお前たちやあのクマ相手に使ってみたってわけだ。へえ。さて、とりあえず演習と熊捕獲任務は完了だ。これより7代目に報告に向かう。俺は先に事務処理を済ませておくから、お前たちは追って捕獲室に来るように。はい。いいな、ボルト。へいへい、分かってやすよ。それじゃあ後でな。
失礼します。遅かったな。大体の報告はこの浜から聞いた。ご苦労だったな、みんな。まあ、簡単な任務でございやしたよ。俺一人だってやれたんだ、あんな任務。忍びとして大切なのはチームワークと根性だ。修行も三人で連携を。修行なんてしねえでも、俺ってはいきなり影分身で三人になれたし、フートンにライトン、最近はスイトンだって。このハマル、お前いつもこいつに何教えてる？いや俺のこと知りもしねえで先生のこと責めてんじゃねえよ。ちゃんと見たこともねえくせに。大切なのはな、それより父ちゃんとして大切な日だろ今日は。ひまわりの誕生日まで忘れたら俺が許さねえ。失礼します。七代目。片付けか。科学忍具班班長として折り入ってお願いがございまして、この度の中忍試験に我々の科学忍具の使用を許可していただきたいのです。これを使えば下忍に過酷な修行をさせることなく忍術の幅も広がりますし、パフォーマンス。ダメだ、中忍試験はパフォーマンスじゃねえ、忍びを育てるためのもんだ。そうですか。失礼しました。父ちゃんの脱世時代とは違うんだよ。おい、ボルト。頭が硬すぎんだよ。くそ。ボルト。あんだよ。勝手に出ていくんだもん、あんた。別にいいだろ。任務の報告も。中忍試験の告知聞いてないでしょ。中忍試験。このハマル先生が僕らのことを推薦してくれてるらしい。興味ねえな。そんなに七代目に見てほしいなら中忍試験で見せつければいいじゃない。中忍試験を勝ち進めば五影観覧の下で手合わせが行われるんだよね、確か。ね、チャンスじゃない。七代目だってボルトの活躍を楽しみにしてるって。分かったよ。出りゃいいんだろ。出りゃよ。チッ。であんたどこ行ってんのよ。せっかく試験に出るって決めたんだからさ、修行とかやんないの？今日は大事な用事があっから家に戻らなきゃいけねえんだよ。修行はまた今度だ。大事なよって。あ、誕生日。
ただいま。おかえりなさい。よ、分かってんじゃん。ひまわり、お誕生日おめでとう。ありがとう。ひまわり、ろうそくの火を消していいぞ。影分子。バルト、なぜ母ちゃん。お父さんは里のみんなのためにずっと頑張ってる。決してあなたたちをないがしろにしているわけじゃないの。なんで、なんで俺の父ちゃんがおかげなんだよ。一日中机の前で偉そうにしてるだけだろ。誰でもいいじゃねえか。おかげは大変な務めなの。代々伝わる里にとってとても大切な。じゃあおかげの子供たちにも代々このくだらねえ状況をありがたく伝えてきたんだろうよ。そういやじいちゃんもおかげだったって言うけどさ、父ちゃんがガキの頃はおかげのじいちゃんはこの世にもういなかったって言うじゃん。そしたら親子のこの楽しい状況も知らずに住んでたんじゃねえのかな。確かに大切な日にお父さんがいないのは寂しいけど、あなたはお父さんの時とは違う。あなたにはお父さんがいてくれる。俺はいいんだ。でもひまわりにはもういいや。まさか今さら帰ってきても遅いんだよ。くそーや、じ、あ、そのすいません、俺父ちゃんと勘違いして。ナルトの息子か。名は渦巻ボルト。ボルト、どうしたの。もしかしてサスケくん。ナルトはいるか。まだおかげ室だと思うけど。そうか、邪魔したな。かっけえ。やっちまった。やけに落ち込んでいるな。サスケ、何かあったのか。いや、ていうかその質問は俺の方だ。何があったんだ。お前が帰ってくるってことは。これは？かぐやの城の土産だ。中身は俺のリンネガンでも読めん。それに気になる輩もいた。お、この巻物は解読に回す。そういえばお前のガキに会った。昔のお前そっくりだったな。いや、あいつはどちらかというと昔のお前に近い。いや、やっぱりあいつは俺たちが時代遅れなのかもな。それは違うな。忍びの本質は変わらない。お前のガキだとしてもそうだ。どうだかね、この言い合いはおそらく俺の勝ちだってばよ。うっすらトンカチが。
あの人は父ちゃんに会いに屋敷に向かったはず。だったら帰りがけのタイミングを狙って。よし。刺激は止めらんねえだろ。狙い通りだってば。俺は俺の道を行く。まっすぐに進んでいく。よし、ここらで待ち伏せだ。今だ。あれ、うわすげえ。けどまだまだ。開始。どんだけ強いか見せてもらってばさ。よっしゃ。やっ
手加減されてんのか。ここだ。けどこんなことで諦められっかよ。そこか。影分身？何の真似だ。あの、試すようなことしてすみません。実は、おっちゃんが父ちゃんのライバルだったって聞いたことがあって、それで、その、お願いがある。俺を弟子にしてくれ。どうしても倒したい奴がいるんだ。螺旋丸はできるのか？それもできないで弟子はないな。簡単だってばさ。この言い合いはおそらく俺の勝ちだってばよ。ナルト、さっきの勝負まだわからんぞ。ほら、もう一度だ。分かってんよ。しかし、お前に螺旋丸を教える日が来るとはな。俺に教えを請いに来た時は夢かと思ったぞ。これまあ、俺もやる気が出てきたというか、とにかく今は猛烈に螺旋丸を覚えてんだ。くぅ、ようやくお前も忍びらしくなってきたってことだな。ボルトがあんなに熱くなるなんて。私も負けてられない。あれ？こっちに歩いてったのに、パーパーってばどこ行った？めんどくせえ。
なんだ。あのさ、もしよかったら、その、修行をつけてほしいんだけど。修行？うん。ボルトと修行やろうと思ったけど、あんなだし、この木ノ葉先生はボルトにつきっきりだし。この里には、他にも頼れる忍びはいるだろう。サラダはあなたに修行をつけてほしいのよ。ママ、せっかく戻ってきてるんだもん。ね。ついてこい。いいか、修行といっても今のお前にしてやれるのは実践演習くらいだ。十分。始めるぞ。お願いします。攻撃は組み立てが重要だ。今の直接攻撃だけに頼らず、飛び道具での牽制も忘れるな。遅い方だ。するな。攻撃後の隙が最も危険だ。敵はそこを狙ってくる。ここだ。こっちだ。ここだ。こっちだ。この手合わせは何よりも大切な一戦になったよ、パパ。お前にはこれで十分だろう。これで？正直なところ、今のお前に教えるお前の強さは俺がよ。でも今はお前より導かねばならない存在がいる。うん。サラダ、そんな顔するな。また今度な。うん、ありがとうパパ。
もはやこの大地に用はない。錦式は行くぞ。狙いはかぐやが取り損ねた畜生。狐狩りだ。嘘だろ、これ。あの得得難易度 A ランクの螺旋岩をこの数日で。よっしゃー、なんてやつだ。このハマル先生、サンキューな。これで弟子入りできるってばさ。おう、頑張れよ。驚かせてやる。弟子入り。さーて、サスケのおっちゃんはどこに行っかな。里にいればいいけど、いなかったら森ん中かな。